皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、この前ね、時恋こそ、時恋のね、時をかけるのは恋人たち第3話終わりましたけども、皆さんねご覧になったでしょうかね。まあまだ見てないっていう方はね、まあ、TVer とかでもね、やってますのでね、どんどん見ていってくださったらねよろしいんじゃないかなと思うんですけども、基本的にねオムニバースになってますからね、とても見やすいと思います。それでね、今回の第3話のまあね、ミッションっていうみたいですね。まあその第1話第2話第3話でどんどんいろんなね、未来のと現在のねカップルの、いざこざをね、いざこざっていうかまあロミオとジュリエット的なもんをうまいことつじつま合わせてね、していくのミッションっていうみたいなんですけども、そのミッションはね、今回はね、令和のホストにハマる23世紀の女性、ね、と、まあ、そういう、よくハマっていくパターンのお話なんかなと思ってたら、実は、てんっていう感じなんですけども、まあね、それでね、これね、ついつま合わせが得意なね、リホちゃんことメグがね、まあ解決していくっていうパターンなんですけども、なんとかこう考えて、まあうまいことついつま合わせてね、過去と未来の仕組みを、それで解決していくっていうパターンなんですけども、そこにね、どんどん第1話からのあの、伏線っていうかね、謎の二人組みたいな、言ってるんですけども、それはね、どうやらなんかね、なんて言ってたかな、あ、マギー&キケロというね、伝説的な違法なそのタイムトラベラーの恋人がいるんですけども、どうやら実はこの2人がねリホちゃんとエイタさんじゃないだろうかなという感じがするんですけども、その2人が陰ながらのその今のっていうかな、今僕らが見ているそのリホちゃんとエイタ君たちをね、そうサポートしていってるんじゃないかなって感じするんですけども、今回からでもね、公園でどうしたらいいもんかって考えてるね、リホちゃんとエイタさんの、ね、ところにね紙飛行機みたいなんでピューッと飛ばしてね、ヒントを与えてね、うまくかいことしていったって感じなんですけども、このマギ&キケロってやつね、この二人のカップルのまあ正体は誰なんだっていうのもね、まあこれがまあ伏線になってるんですかね、言うておられた通りね。それでね、毎回なんですけども、これドラマ終わったらもうこれで終わりかなと思ってたらね、結構ねエンディングの曲が流れてる時にね、その時のね、カップルのね、その後のエピソードみたいなのが流れるからね、そこもお見逃しなくって感じなんですけども、まあね、今回もね、ハッピーエンドみたいな感じでね、まあちょっと切ないく終わる場合もあるみたいなんですけどもね、今回はハッピーエンドでしたね。とてもいいお話でした。30分でね、本当にうまく、詰め込まれてます。今回もね、スーツ姿のね、ちょっとリリシーリホちゃんもが見れたりね、それでね、面白いのがね、やっぱりエイタさんとリホちゃんのね、掛け合いですね。この二人の掛け合いがとても面白いですね。今回は壁ドンとかね、顎食いとかね、そういう羨ましいことはエイタさんがやってたんですけども、そういうね、ちょっとドタバタ的な感じとかもね、とてもよろしいと思います。それでね、まあね、第3話は、ホストとね、それにハマる女性ということで、ちょっとホストって水商売っていうイメージがあるんですけども、それで今回の今日の吉岡里帆ちゃんはこちら、ドンって感じで、よいしょ。まあ、水商売とは関係ない、ほとんど関係ないと思うんですけども、ちょっとね、色っぽい感じのね、夜の女性っぽいリホちゃんの一枚っていうかね、そういうのをご用意しましたって感じなんですけども、今回もね、ちょっとね、いつもと違うね、リホちゃんのね、ちょっと濃いめのお化粧をしたり、ちょっとセクシーなね、ポーズを取ったりしてもらうんですけども、なかなかね、こういう感じのリホちゃんを見れるのもなかなかないからね、よろしいんじゃないかなと思うんですけども、今回のやつもね、
とても面白いね第3話だったんですけども、うん、これがね次の第4話になったらどんどん話がね進んでいくんですけども、どうやらねエイタさんとそのリホちゃんとの仲もね、うん、いい感じになってきて、うん、昔の恋人っていうことをだんだんちょっとずつ思い出すっていうかね、うん、疑似体験じゃないですけども、まあねあのプレイバックしてね、恋人関係をなんとかね、振り返ろうとしてるんですけども、そして第4話ね、それの初デート行くのかな、うん、浅草に行くのかな、うん、第4話、10月31日の11時から、うん、今度着物姿のリホちゃんが見れますよって感じなんですけども、うん、そしてね、漫才師みたいにこのエイタさんに突っ込むリホちゃんもね姿も見れたりね、うん、で今回のミッションのターゲットっていうかねは、浅草のねお笑い芸人の恋のお話のようで、うん、人気漫才師は未来人っていうねお話でーすって感じです。うん、多分ね3時のヒロインのね福田さんかな、福田真希ちゃんかなが出るような感じのエンディングだったんですけども、うん、とてもね面白いね、またドラマになるんじゃないかなと思ってるんですけども、うん、これがね今回の第3話かなの、あ、次の第4話の4話だったな、うん、の話なんですけども、うん、とても楽しみなんですけども、うん、そしてね今回はねまたガチャしてきました。ガチャねこれドンって感じで、うん、これねあのドッキリグランプリっていうやつがあるんですよ、うん、東野さんと小池栄子さんがね司会されてるドッキリグランプリ、それから出てくるガチャでね、これねまたね一番狙いはこれが欲しくて回したんですけども、あの東野さんの顔がねリアルになったね4本足のロボットがあるんですよ。テレビにも出てるんですけども、うん、それがミニチュアになって出てるよっていうんですけども、アソートとかもわからないかったしね、これねクローズのカプセルだからねどの辺にあんのかもわからないからね、もうこれはもう一回きりの勝負だなって感じで回してきました、うん、それが A 賞なんですよ、東野さんの顔のあのロボットとかフィギュアがね。それで B 賞がラバストやったかな、その番組にちなんだ。 C 賞が缶バッジだったかな、うん、まあこれはねまあ一回だけ回してね、これでまああかんかったまあこれでいいかなって感じなんですけども、うん、まあどういう、まあ、クオリティ的にはね東野さんの顔がねすごくリアルにできててねよかったんですけども、うん、とりあえず中身を見ないでね、なカプセル中の紙だけ見てみましょうかね、うん、ちょっとね、あもういたか見えたかな、うん、まだね全然ねカプあの中身はどうなんかあれ見てないんですけども、うん、A 賞はこれですね、うん、東野さんのね、これは実際は動かないと思うんですけども、番組ではこれカタ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 ってねこの動くロボットなんですけどもね、4足ロボットのね、うん、これがフィギュア A 賞2種、あもう一個は東野の頭ってやつですね、うん、このカニになったりこの冷蔵庫に入れてこういう遊びもできるドッキリできるよってやつなんですけども、まあ大きさ的にはそんなに大きくないと思うんですけども、15種1カプセル1個入りガチャポンくじドッキリグランプリ、あそうとね、で B 賞が、うん、この2色や、8個のラバストになっております、うん、これもねあんまりこれっていうやつ、いいやつないですけども、まあ、やっぱり狙うのは東野さんのこの犬のあれですね、ラバストかな、あとはノロカヨちゃんとかね、うん、パッとしませんな、ラバストやっぱりね、うん、それで缶バッジがこちら森脇健児、小池栄子、東野、安子、それシークレットってあるんですけども、うん、微妙なラインナップですけども、最近安子さんがねこれ結構面白い、ちょっと最近毒を吐き出してね面白い感じだからね、うん、これでもよろしいんですけどもね、うん、まあね仕事場でもね結構女の子の中ではね人気があるんですけども、うん、缶バッジ5種シークレット1個、後ろはこんないつも通りにね、うん、小難しいことが書いてるんですけども、うん、
まあこの A 賞狙いで行ったんですけども、この重さ的にちょっとね嫌な予感するんですけど、まあ、これちゃう、これなんかちょっとぺったんこな感じですからね、これはもう東野さんではフィギュアではないのは確かです。ドン、あ、よりによって缶バッジですね。缶バッジあんまりつけることないんですけどもね、まあこれはまあコレクションして置いときましょう。はい、まあシークレットはあと東野さんと小池恵子さんの、これはイラストみたいな感じなのかな。森脇健児、これは一番いらないな。まあなんか出るかわからないですけども、うわ、ん、やす子さんの缶バッジのようですね。なんかね、かまいたちの山内さんにもよく似てるって言われてるんですけども、なんか子供の頃のやす子さんのね写真が出てね、えらい美少女だったっていう、美少女だったっていうふうに言われてたんですけども、自衛隊辞めてね、だいぶお太りになったみたいな感じでね、そういうふうにちょっとねぽっちゃりキャラになってるんですけども、でも面白いことは面白いんですと思うんですけどもね、この方もね、っていうかね、これは1回何倍だかな、400円やったかな。まあこれはそうとはめったに出ないと思うんですけどもね、まあね、これ出たところに何を使うかってちょっと微妙なんですけども、これがねちょっとね珍しかったからねやってきましたということで、今回はね、やす子さんバイバイでお別れしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバーイ、ありがとうございました。